はい、こんにちは、カズボです。妖怪ウォッチ4続きやっていきたいと思います。晴れてね、全クリしましてね、それで全クリ後にウォッチランク S に上げたんですけど、アイスではね、開ける、ウォッチロックとかねあるんですけど、そんなとこ解放したりクエストをクリアしてると、武器とかもね、だんだんね、すごいの作れるようになったりとかしてね。なので、レベル上げもそうなんですけど、クエストで、今レベル50いくつかなんで、ここら辺、なんか増えてんね。だね、これ増えてんね。そうだね。こんなんなかったので、ここら辺いけそうだよね。46とか53とかね。経験値ももらえるみたいなんで、妖魔武器大全下巻とか、こんなんとかもね、手に入れたいんで、ここね、これをやろうと思って今ここまで来たんですけど、ウスタさんのお話だね。これか。あれ、タイちゃんだ。こんなところで何してんの？あれ、みんなも来てたんだ。実はウスタさんがお買い物に行くからってここで留守番を頼まれたの。ねえ、せっかく来たんだからみんなもちょっと休んでいきなよ。はい。これも経験値もらえるからね。じゃあちょっと休んでいこうかな。留守番で退屈してたの、一緒にお話ししましょう。2500って結構大きいですからね。それにしても大きな屋敷だよな。そうだね。こんなに大きいと掃除するだけでも一苦労だ。ウスタさん大変だろうな。ウスタさんか。ここだけの話、ウスタさんって実は人間じゃないのかもしれないの。だって妖術師でもないのに猫股ちゃんとか普通に見えてるし、いつ寝てるかわからないし、妙に妖怪のことに詳しいし、目の間が黒くて大変だし、それにイツキに聞いてみたら、ウスタさんが失礼なのは間違いないらしいんだけど、どこから来たとか、今何歳なのかとか、普段何をしているのか全部謎なんだって。全部謎の人が屋敷に住んでるの。イツキは気にしてなかったみたいよ。どうせ妖怪だらけの屋敷だし、今更もう一人増えたところで変わらないって。心が広すぎる。でも全てが謎と言われると、だんだんウスタさんのことが気になってきたぞ。確か今って買い物に行ってるんだよね。ウスタさんが何をしているのか調べてみよう。ウスタさんなら大判焼きの玉屋にお買い物に行くことが多いみたいよ。大判焼きの玉屋かよ、知ってみよう。こんなんやってると多分なんか行ける場所増えたりとか、レベルもだんだん上がっていってねと思うんですけど、ここか。すいません、この辺りで顔の白い羊っぽい人を 見かけませんでしたか。顔の白い、ウスタさんのことね。高城亭の羊さんでしょ。ウスタさんのこと町の人も知ってるんだ。あの人いつもここの大判焼き屋であんこだけを山盛りに買っていくんだよ。その後決まってそこの通りを南側に行くんだ。何をしに行ってるかは知らないけどね。そこの通りを南側か、行ってみよう。そこの通りを南側、ね、この辺りで顔の白い羊っぽい人見なかった？見たよ。あんこ大好き、ウスタさんでしょ？変なあだ名でついてる。でもちょっかい出してやろうと思ってこっそり後ろについてたんだけど、この辺りでウスタさんが突然いなくなっちゃったんだ。おかしいな、ちゃんと後ろをつけてると思ったんだけどな。突然いなくなるなんておかしい。この近くに隠れられるような場所があるのかも。話し場所を探してみよう。お普通に扉かい？こっちか。ここの中にいるんかい。これなんか話せるよね。シュッパー、いらっしゃい。なりかまのお米屋さんなり。お米屋さん、こんなところでお米を売ってるんだ。そうなり、頭のお釜で炊いたお米を他の妖怪たちに売っているなり。ふっくらほかほか美味しいなりよ。お前もいるなりか。ごめんね、今日はお米を買いに来たんじゃなくて人探しを来たんだ。この辺りで顔の白い羊っぽい人見なかった？顔の白い、ウスタさん、さっきまでいたなりよ。ウスタさん常連さんだから僕のお店によく来てくれるなり。ついさっきももち米を買ってくれて、その後は屋敷へ戻るって言ってたなり。入れ違いになっちゃったかな。屋敷に戻ろう。ありがとう、なりかま。またのお越しを。なるほど。いた。ウスタさん、見つけた。見つけたって言われましても、私を探していたです。
あ、いやそれは、まあまあともかく長旅でお疲れでしょう。少し休んでいてくださいませ。はい。本日は皆さんお揃いのようでようこそおいでくださいました。それで私に何かご用ですか？実はその、みんなでうっささんの朝をつけてたの。普段何をしているのか知りたくて。それバラすの？だって本人が目の前にいるし直接聞いた方が早いかなって。なんだそんなことでうっすか。素直に聞いてくださればよかったのに。私の普段やっていることはズバリおはぎ作りです。おはぎ？そうです、私実は甘いものに目がなくてですね、趣味でおはぎを作っているのです。感性込めて一つ一つこねこね美味しいってご近所でも評判なんですよ。今度作って差し上げます。いや、いらない。っていうか、しずいっておはぎ作り以外やることいっぱいあるよね。掃除は？洗濯は？お坊ちゃんの成長のためそういうのはお坊ちゃん自身にやっていただいてました。いつけお前意外に偉かったんだな。つまりうささんのことをまとめると、自称しずいだけどしずいっぽいことはせずに手作りおはぎをこねこねするおじさんってこと？新種の妖怪じゃないよね。妖怪より恐ろしい。でもこれって結局うささんが何者なのか謎のままだよね。うん、気になる。羊には少しぐらい秘密が残っていた方がミステリアスなのでうっす。知られざる秘密。まあまあまだ秘密あるみたいだけど。でもこれでね、妖魔武器大全下巻手に入ったからね。さてそれもそうなんだけど、次ちょっとレベル高いんだよな。今の別にレベル46じゃなくてもいけたよね。57、53、真夏のおしるこ地獄。自販機の怪物が襲ってきて熱いおしるこを飲まされるとか、まずは襲われた人に探してみよう。辰巳川端だって。未来だね。さて、うっと気持ち悪い。ん？なんだい君たちは。真夏のおしるこ地獄。あ、確かにその投稿したのは僕だよ。つい最近のことさ、僕が散歩してたらさ、自動販売機の怪物みたいなのがいきなり襲いかかってきたんだ。そして怯える僕になぜか熱いおしるこ缶を押し付けてきたんだ。そこからこの真夏に熱いおしるこ缶をエンドレスで飲まされ続けたんだよ。うわ、絶対嫌だよそれ。甘い、熱い、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 甘い、熱い。あー、もう今では夢にまでおしるこが出てくるしますさ。その怪物が出た場所ってどこなの？うろ覚えだけど中学校の北側通りだったかな。君たちも気をつけなよ。あんな思いをするのは僕だけで十分だ。中学校の方か。よし、行ってみよう。よし、ジハン。おしるこ、おしるこ飲め。まあ自販機だろこれ。53ってことはやっぱそこそこ強い感じなのかな。もろ外れたのかな。まあ強かったね。え、カンタロウ、カンカラカン。うん、オイラは一体。しまった、毎度の調子でまたやっちまいました。え、やしたか。皆さんお怪我はございませんか？うん、俺たちは大丈夫だよ。それで君は一体？オイラカンタロウティーヤス、妖怪になる前は自動販売機やってやした。
ただまあその時に心残りがありやしてね、そいつを晴らすため化けて出てみたい、見た次第でして。心残りって？俺はもともとおしるこ缶を売るために生まれたおしるこ缶専用の自動販売機だったんでさ。けどこれが思うように売れませんで、俺らあっという間にスクラップ行き。飽きないの失敗は仕方ない。でもうまいおしるこ缶を皆に広められなかったのがどうにも心残りで、というわけで道行く人々におしるこ缶を売って回っていた次第なんでさ。でも無理やりは良くないんじゃない？かえって逆効果だと思うけど。すいません、売れなくて焦ってたんでさ。あの恥を忍んで皆さんにお願いがありやす。どうかこの、おしるこを売るのを手伝ってくれませんか？この心残りをどうにかして晴らしたいんでさ。別に手伝うのはいいけど、一体どれだけ売ればいいの？へい、ざっと1万本ほどオイラの持ってるおしるこ缶全部でさ。1万本？それはちょっとさすがに多い。やっぱり無理な話でやすかね。よし。カンタロウ、無理なんかじゃない。とにかくやってみようよ。やる前から諦めちゃダメだよ。みんなで知恵を出し合って方法を考えよう。そうね。確かにやってみないことには始まらないわよね。カラーン。本当に？本当にいいんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。でも1万本なんて数どうやって売るかっていうところだけど、そもそもこんな真夏におしるこを飲みたい人なんているのかしら。もっと寒ければいいんだけどな。でも今すぐ季節を冬に変えるなんて無理だし。ね、そうだ、季節が変えられないなら俺たちが寒い季節に行けばいいんだ。あそこか、過去か。扉をくぐって俺の時代へ行くんだよ。俺の時代は今はちょうど冬だ。なるほど、確かにそれなら行けそう。そうだね。念のため夜は避けて昼間に行くと良さそうだね。夜だとお客さんも少ないだろうし。それじゃあ早速俺の時代でおしるこを売ろう。おう、ヤンス、まあ売れるんじゃない？過去の世界でおしるこ缶を売ろう。なんかいっぱいいんね。うわ、寒い寒い、何か温まるもんでもないかな。え、あったかいおしるこ缶？そんなのがあるの？買うよ買う買う。ありがとう。いや、渡りに船だったよ。おう、何、おしるこ缶いらないかって？あ、欲しい欲しい。私おしるこ大好きなのよ。寒い時のおしるこってもう最高よね。ありがとう、大事に飲むわね。おしるこ缶ね、いいぜ。お小遣いも入ったし買ってやるよ。さっき大判焼きも食ったけどちょっと物足りなかったんだよな。お、熱々だな。これこいつはうまそうだ。ありがとうよ。 おしるこ売れまくる。なんだね君たちは。何、おしるこ缶？そんな商品聞いたこともないが、まあいい、買ってみようじゃないか。ちょうど小腹が空いていたところだ。まあ腹満たしにはなるだろう。おしるこ缶いらないかって？今時はそんなものもあるのね。せっかくだしいただこうかしら。寒いしちょうどいいしね。おしるこなんて何年ぶりかしら。ありがとう、味わって飲むわね。すごいね、良き時代だ。皆さん、おしるこの売れ行きはどうでしたか？売れてはいるんだけど、このペースじゃいつまでたっても終わりそうにないのよね。何か一気にいっぱい売る方法はないかしら。やっぱりもっと人が多いところで売った方がいいかな。シン、そういう場所に心当たりない？ここでも人通りは多い方だから場所を変えたところであんまり変わらないと思う。それならこう一気に人を集めたりできないかしらね。そうか、それだよ。自分たちでお客さんを集めちゃえばいいんだ。前にさ、閻魔舞踏会でさ、たくさんの妖怪が集まったじゃない。ああいう感じのバトルをまたあの会場でやるんだよ。それで集まった妖怪に売ればいいんだ。でもそれだと妖魔界で売ることになるよね。寒くない妖魔界でおしるこ缶が売れるかな。そこにも考えがあるんだ。寒くないなら寒くしちゃえばいいんだよ。妖魔界を寒くするの？なんかそれスケール大きすぎない？妖魔界全部を寒くする必要はないんだ。妖怪の集まった会場だけ寒くなれば十分なんだよ。あたりを寒くできる妖怪に協力を頼んで俺たちとバトルしてもらうんだよ。バトルでお客さん集めて会場も寒くできる。これならおしるこ缶もいっぱい売れると思うんだ。なるほど、それなら本当にできるかもしれないわね。ならば協力してもらう妖怪は吹雪姫が良いかと思います。あたりを寒くできる上に強くて美しい彼女ならお客さんもきっとたくさん入ってくれるでしょう。おお、本当に売れそうな気がしやすね。肝心の吹雪姫は妖魔界のスナック雪女にいるみたいですね。決まりだね。早速吹雪姫に協力を頼みに行こう。スナック屋根行こう。
ました。スナック雪女。あら、あら、私に何か用かしら。なになに、お城かをうぐらかめに閻魔舞踏会の会場で私とバトルしたいと。確かに会場を寒くすればお城くんも売れるかもね。おまけにお客さんも集められて一石二鳥と。面白そうね。その話に乗ってあげてもいいわ。ただ一つだけ条件があるの。試合の時にこのお店の宣伝をさせてほしいのよ。あなたたちはお城館を売れてハッピーで、私は自分のお店を宣伝できてハッピーってことね。ね、どうかしら。はい、それじゃあ決まりね。せっかくだし他の妖怪にも声をかけてみるわね。いい子を集めてくるから楽しみにしてちょうだい。それ、これから会場受付に試合のお願いしに行くんですよ。そこで待ち合わせしましょう。早速私は妖怪を集めてくるわね。じゃあまた後で会いましょう。行っちゃった。俺たちも会場に行こう。さて、これか。あら、何かご用かしら。え、お城区間売るために吹雪姫さんたちと試合ね。分かったらぜひともやってちょうだい。会場は使えるようにしておくわ。どういたしまして。偉い人からも妖魔界を盛り上げるイベントはどしどしやってくれってお願いされてるの。こちらとしてもちょうどよかったわ。そういえば吹雪姫さんたちもエントランスに来てるみたいね。試合前に打ち合わせでもしてきたらどうかしら。その間にこっちで会場の準備をしておくわね。開いた。受付も無事にできたよね。私たちも一戦も始められるわ。カントロ君も準備万端みたい。全力でお城を売って張り切ってるわ。あとは私たちが思いっきり会場を盛り上げてお城区間を売るだけよ。じゃあ準備はいいかしら。準備はいいわ。決まりね。じゃあいい試合にしましょうね。さて、頑張んないとな。ここが本番か。じゃあちょっと気をつけないと。そんなでもないな、強さみたいな。トレ。批判機能が強いな。皆さんお待たせしました。カンタロウお帰り。それでお城館は売れたかな。えい、作戦は大当たり。それはもう大好評で、それで全部売れました数がざっと5000本ですが、目標の1万本には届かず、すいません、オイラが不甲斐ないばっかりに。カンタロウ、諦めるのはまだ早いよ。5000本しかじゃない、5000本も売れたんだよ。それにまだお客さんもそこそこ残ってる。みんなで手分けすればもう少しは売れるはず。今すぐ全部売るのは無理かもしれない。でも諦めなかったら必ず運は向いてくる。そうね。また やってやりましょう。まだまだ落ち込むのは早いわ。せっかくだし私も少しお手伝いさせてもらうわね。シンさん、それに皆さん、ありがとうございます。やりやしょう。おいらももう絶対諦めません。よし、じゃあ早速みんなで缶を分けて。おい、ちょっと待ってくれ。あなたはホースの人。元気そうじゃの。それをもじゃ、今回はお主らに頼みがあるんじゃ。お主らの持ってるお城館全部わしに売ってほしいんじゃ。おいら夢でも見てるんでしょうか。本当に買っていただけるので。さっき飲んだんじゃが、その味が忘れられなくての。たくさん買って思う存分飲みたいんじゃ。でも全部で5000本あるけど本当に大丈夫なの。何、心配ご無用。このマスターニアダなら余裕のよっちゃんじゃ。すごい、やったね、カンタロウ。ほら、お城5000本。へい、旦那様、こちらでごぜいやす。これじゃこれを待っとったんじゃ。おっとと、そうじゃ忘れとった。これお前さんたちにこれをやろう。マジで、マスターニャーだ。思いがけない妖怪が S だよね。え、いいの。うむ、ちょこっとだけ話も聞かせてもらったが、お主たちのネバーギブアップの心、実にあっぱれ。これからも精進していくんじゃぞ。ではさらばじゃ、ホースとともに。ありがとう、ホースの人。やりました。これでついに念願の1万本達成でございます。本当にありがとうございました。皆さんにお願いして本当によかった。
特に新さん、あなた様は本当にすげえでございますよ。どんな無理難題もすごいアイデアで乗り越える。そして辛い時にはみんなを勇気づけてくれて。うん、俺だけいても無理だったよ。みんなで協力したからできたんだと思う。なんていうかさ、美味しいものを届けてみんなを笑顔にするのってさ、いいよね。カンタロウ、こちらこそありがとう。大変だったけどなんだかすごく楽しかった。なんと器の大きいお人でやすか。将来絶対大人物になるに違いねえです。いや、なんかそう言われると照れるな。まあこれで何せよ一件落着だね。本当にありがとうございました。皆様もお達者で。カンタロウ、またね。なんかピンチになった時一度だけ全ステータスが超アップするだって。揚力が半端じゃないです。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。